はい、今回は冷凍食品のカルボナーラを食べていきたいと思います、まあ、あまりね冷凍食品は食べない形なんですけど、まあ、たまにねあの買ってきてお手軽に作れるので食べるという形にしてますまあ結構ねスパゲティの中ではカルボナーラは結構僕の好きな分野なので非常に美味しく食べれるなって思います値段は確か200円ぐらいだったと思いますはい 牛丼とととかそれだと350円とか、ね、まあカツ丼だと500円とかするんですけどまあこういうカルボナーラスパゲッティなどは安い形なので一人暮らしの方にもおすすめなんじゃないかなと思います、まあ、非常にね美味しいということで2回見せましたけど、まあ、非常にねあの美味しく食べれたなと思いますはい、まあ、結構ねカルボナーラは普通に食べて ねあの今後から音をつけてるんですけどまだ結構食べるの時間かかってるみたいでちょっともう少し喋ろうと思います、まあ、結構ねあのー、ちょっとカルボナーラはね普通にまあちょっと冷凍食品なのでまあ食べ終わった感じするとやっぱり夜ご飯に食べたんですけどやっぱり少ないなっていうことはちょっとありましたねはい やっぱりそのこれ食べてもう一杯いけるよっていう感じぐらいだと思うんですよ仕事から帰ってきたらまあなのであんまりお昼に起きたとか人だったら、まあ、夜ご飯、小食ですっていう人だったりしたらえこれぐらいがちょうど合うんじゃないかなと思っていますまあ食費って大抵、まあ、月に3万円ほどかかると言われてるんですよ一人暮らしの場合まあなので まあ、昼と夜食べるとして夜ご飯がたったの250円程度で済んだら結構節約できてるなっていう形になるのでおすすめしたいですねはい、えー、食べ終わりました、まあ、結構ねまだちょっとお腹空いてるっていう形なんですけど、まあ、ただねあの今日は特に外に出てないので、まあ、これぐらいでも十分かなと思います以上です